中年オタッキーです、実はねこれ撮影してるの、朝の2時になるんですけども、家のねすぐ近くのコンビニの駐車場から撮ってます。これ家に帰って寝ればいいって話なんですけど、トランク荷物乗ってるんで帰れないんですね。何かあったらねえらいことになりますんで、まあ今日は飲料積んでるんですけど、飲料でも400万円ぐらいになってくるんで、車をね壊されて盗まれたとか言ったらね、えらいことになるんで、トラックで寝なきゃいけないんですけどね。まあそんなことはどうでもいいんですけども、今日はねこのカメラですね、キャノン A1 ですね。 A1 にねこれニュー FD の 50mm の F1.8 がついてます。このレンズをつけてね、10年ほど期限が切れた、富士フイルムの記録用400、を使ってねちょっと春の景色とか撮ってまいりました。富士フイルムの、ね、記録用400がねもう販売が終わっちゃった品物になりますし、もう期限切れしかないんですけどね。まあそんな感じで、今日の動画始めてみたいと思います。それではスタート。はい、今日ね撮影に使ったのはねこのキヤノン A1、レンズはねこれ 50mm ニュー FD の 50mm の F1.8 なんですけども、実はこれ20歳ぐらいの時にね、カメラの桜屋っていうね徳島の、中古カメラ店でね中古で買ったんですね。キヤノン AE1 とね一緒にセットで購入したんですけどね、もう値段は忘れましたね。さすがに30何年前の話なんでね。でこのレンズ自体はね1979年に発売されたみたいですね。で当時の定価が2万2000円だったんですけど、まあ多分ね単体で購入した人はすごく少ないんじゃないかな。マキエレンズっていうやつですね、いわゆるね、キヤノンの AE1 とか AE1 プログラム AL1 とか、AV1 とかいろいろありますけど、あの辺とねセットで購入するっていうパターンが一番多いレンズなんですかね。で描写の方なんですけどね、決して悪くはないです。これチープに作られたレンズなんですけどね、まあこんな感じですけどね、構成レンズの構成はどうなんだろうな、ちょっとレンズの構成まで見てなかったけど、でまあとりあえずその写りの方からいきましょうか。ね、10年前のね、10年前に期限切れした、記録用の400で、撮ったんですけども、まあ見てもらったら分かるんですけどね、なかなかの写りなんですよね。これ、骨董品屋さんからもらったフィルムになるんですけども、今ちょっと見てもらってるんですけど、特にね色転びとかもしてないように思うんですけどね、青の発色が若干ねあれですけど鮮やかではないんですけどね、特にねおかしなところはないと思います。で粒子も粒状化もそんなにひどくないですし、でもうこの写真なんかはねなかなかいい、シャープネスで写ってますよね。これもこの、花もいい色で写ってますね。これ多分ね保存状況が良かったのかなと思いますけども、10年期限切れすると大体、何かしらの色転びすると思うんですけど、よっぽど保存状況が良かったんでしょうね。で感度はね100に設定して使ってます。大体ね10年ぐらい落っこちると状況にもよるんですけど、保存状況にもよるんですけども、 ISO 200から100の間まで感度が落ちるってことなんですけど、ただもともとねその400のフィルムはね100に合わせて撮ってもね別に露出オーバーでねわざとオーバーで撮ってもまあそこまでカラーネがね1段2段ぐらいだったら平気で綺麗に映るんで、だからあえて100、ちょっとオーバー目かなっていう感じでね撮りました。でカールはねすごくひどくなるんですよ。よいしょ。どうしてもね古いネガはね反るんですね。あれどこ行ったかな。あこれだこれだこれだこれね、ここ分かりますかね。
ちょっと反ってますよね。これ実はね、それも計算に入れて A1 で撮ったんですよ。A1 っていうカメラなんですけど、まあ、A シリーズはみんなそうなんですけど、逆巻きのスプールなんですね。フィルムを巻くときにね、これ見えるかな、見えるかな、逆回転するんですね、これね。つまり、巻き取られた方向と逆に巻くんで、若干カールがマシになるかなと。で、実際若干マシになってました。これね、10年期限切れのフィルムにしては全然マシです。で、おすすめ、期限切れフィルムのね、おすすめの撮り方になりますけど、やっぱカールするとね、後の処理が大変なんです。スキャナーをするとか、まあ、デジタルテープする人とかもそうですけど、処理が大変になるんで、逆巻きスプールのカメラをお持ちでしたら、逆巻きスプールのカメラで撮って、で、撮り終わってもね、しばらくフィルムを出さないでね、1週間ぐらいそのまま放置してから、巻き取って現像に出すと、カールがマシになります。もうね、順巻きのカメラで撮って、ちょっともう、こんなもんじゃないですよ。もう丸まっちゃって、スキャナーにね、スキャナーの、あれですが、フレームにね、入れるのもものすごく大変になりますんで、そういう意味ではね、このキャノンの A シリーズとか、ニューエラーも逆巻きだったかな、逆巻きスプールで撮った方がね、後々楽になります。はい、まあね、今日のね、動画、こんな感じになるんですけども、あんまりね、カラーの写真撮らないんで、まあ、から慣れてないっていうのはありますけど、あんまりいい写真は撮れてないんですけどね。はい、今日の動画はこの辺で、この後は、視聴者様の、作品投稿のコーナーになってまいります。はい、作品投稿のコーナー、今日はトップバッターはね、いつもの一都市球さんから、2枚、1枚目がね、タイトル伝わりますか勝負、2枚目がね、家の楓ということで、両方ともね、ミノルタ XT MD50mmF1.4、ケントメアパン100で撮ってますね。2枚目と1枚目はフィルムが違うのかな、現像の調子もちょっと違うような気がしますけども、で写真なんですけども、1枚目も2枚目もね、そつなくまとめてはいるんですが、何かもう一つ上に行きたい写真だなっていう気はします。まあそつなくまとまってるんですけども、飛び抜けた部分がないという感じなんですかね。この領域まで来るとなかなか難しくなってくるとは思うんですけども、綺麗には撮れてるんです、綺麗には撮れてるんですけど、もう一個なんかインパクトが欲しいなっていうか、ちょっと欲張りかな。一田修行さん、ありがとうございます。次はね、369モノクローマンさんの作品、これね、2枚組になりますね。タイトルが、海賊の隠れ家、ハッセルブラッド X パン 45mmF8 ぐらい、でフィルムがね、 T-MAX の100、コダック HC110 を使って現像ということですけども、これちょっとね、1枚目は縦構図になるんですけども、あまりにも縦構図だと見にくいんで、ちょっと横に寝かせてますんでね、ちょっと工夫してみてください。ものすごいね、なんていうんですか、スーパーパノラマの写真になりますんで、これ面白い写真、縦構図にするにはものすごく面白い写真ですね。なんか掛け軸にしそうな、作柄になりますが、これレンズもね、いいんでしょうね。素晴らしくシャープに撮れてます。また、フィルムもね、T-MAX なんでね、フィルムもなかなか超微粒子の、いい写真になりますね。造形美ってですね。はい、369モノクローマンさん、ありがとうございます。次がね、井上ひじりさんの作品。タイトルがね、アクシズの落下は始まっているんだろうってことでね、キャノン EOS KISS X7、EF-S55-250mm、F4-5.6 の ISSTM。これね、
タイトルがアクシズの落下始まってるんでたっていうことなんですけど、わかんない人多分いると思うんですけど、ガンダムネタなんですよね。で、アクシズっていうのはね、今ちょっと表示出してますけども、ガンダムシリーズはね、もう相当たくさん出てくるネタでして、これアステロイドベルトから、地球圏に運ばれてくると、コロニーの建設とかをね、するための資材を搬入するために運ばれてくるっていう設定なんですけど、それに形がこれ似ているっていうことなんですね。これ写真自体はね、いい色が出て、まあ、キャノンらしいね、ちょっと緑のね、いい色が出ておりますね。これ取っ手出しかな。はい、井上ひじりさん、ありがとうございます。次ね、野良旅人さんの、作品2枚で、ちょっと面白いですよ。1枚目のタイトルが俺のカメラ。これが写真のタイトルが俺のカメラということで、2枚目がね、俺のカメラに映る犬ということで、1枚目がね、ソニー α7S、レンズが24240、5年前の秋に公園で撮影しましたということで、2枚目がね、ソニー α7R3、コシナ 65mm で撮られております。どちらもね、いい作品なんです。1枚目の方はね、モノクロモードで撮られているのか、老現像からモノクロで起こしているのかはちょっと分かんないんですけども、ミノルテ XD をね、撮られてます。これ俺のカメラに投稿してもよかったんじゃないかな。で、2枚目の方なんですけども、これ XD、 ミノルテ XD のね、フィルターにね、チワワが映ってるんですね。ちょっとトリミングした写真をね、アップしますけど、なかなか可愛らしい顔で映ってますね。これはトリミングした方が良かったかもしれないですね。α7R3 は画素数もすごいですし、かなりトリミングしても全然画質的には問題ないカメラになるとは思いますのでね。はい、野良旅人さん、ありがとうございます。次が、キリタンポさんですね。キリタンポさんで、これ組写真になってしまうかな。タイトルが夜、どちらもね、富士フィルム X20、JPEG 撮って出し、ベルビアモードで撮っていますということで、1枚目は雨粒がレンズガード、フィルターですね、についてしまい、AF がおかしくなりましたということで、撮影画像表示をオフにしてたので、家に帰ったらびっくりな感じです。まあ、ピンボケ写真なんですけども、狙って撮るっていうパターンもあるんですね。アウトフォーカスって言ってね、夜の写真は特にアウトフォーカスは面白いんですけど、これはちょっとね、もし狙って撮ったんだとしたら、やりすぎ感が、出てる感じになりますね。2枚目の方も、ちょっとね、シャドウが大きすぎたかなっていう気はしますね。それにしても夜しっかり映ってますね、このカメラ。はい、キリタンポさん、ありがとうございます。ごめんなさい、これタイトルね、1枚目が AF エラー、2枚写真ですね、バラ写真ですね。はい、すいません。キリタンポさん、ありがとうございます。今日の紹介はこんなもんですね、5名様になりますね。はい、では次はね、俺のカメラのコーナーになってまいります。はい、俺のカメラのコーナーです。俺のカメラのコーナー、トップバッター、クスクスンさんですね。コニカ最初のハーフ、コニカアイ、トラベル目覚まし時計と我が家のトイレでパチリってことですね。この時計ね、こういう時計、うちにも昔ありましたよ。ポンって叩いたらパタンって閉まっちゃうんですね。で、コニカアイですけどね、僕持ってないんですし、使ったこともないんですけども、ヘキサノンの 30mmF1.9 って結構明るいレンズがついてるんですね。これ距離計連動式じゃないからやっぱり目測になるのかな。プログラムシャッター、セレン露出圏を利用したプログラムシャッター、ほぼプログラムシャッター専用機になるみたいですけど、多分ね、これマニュアルにしたらシャッタースピードが30分の1固定とかになるんじゃないかな。ちょっと使ってみたい気もしますね。はい、クスクスンさん、ありがとうございます。次はね、サムライジャパンさんの俺のカメラ、リサイクルショップで800円で売っていた、オリンパス 35ED、ピント以外完全露出ほどのあまり暗カメ好きには触手が動かないカメラですが、綺麗な個体で、うちにあるこの手のカメラで一番20像が濃くてはっきり見やすいですということですね。これトリップ35のレンズを電子シャッターにして、
レンジファインダーにしたっていうカメラですけども、成功者のね、あの電子シャッターがついておりまして、このカメラ電源が入らなくなると何もできないっていうカメラになりますね。確か僕ん家にもあるんで、確か和高さんからもらったんじゃないかなこれ、まだ撮影に回してないんですけどね。はい、これ多分ね、ものすごくシャープに映ると思うんですよ。トリップのレンズがついてるんでね、いっぱい使ってみたい気もします。はい、今日の、なんだっけ、やったやっちまったのコーナーはお休みになります。俺のカメラの方はね、まだあのちょっと待機者が出ておるんで、ちょっとお待ちくださいね。ちょっと今週あたりからすごくまた忙しくなってまいりまして、写真があんまり撮り進んでないんですけども、来週は多分ね、こいつ、これね、ヤシカハーフ17、これもあの和高さんからあの提供いただいたものになるんですけども、ヤシカハーフ17僕も持ってたんですけども、調子が悪かったんですね。調子が悪いなりに写りがものすごく良かったんで、これ調子がいいんでね、ものすごく調子がいいんですよ。露出系の調子が良くて、もう現像してくださってるんですけど、まだスキャンしてないんで、ちょっと期待しています。でということで、来週はヤシカハーフ17で100のケントミアで撮った写真をね、紹介していく形になります。はい、今日の動画いかがでしたでしょうかね。いいねと思った方はね、ぜひぜひいいねボタンよろしくお願いします。で、チャンネル登録まだの方、今日初めて見に来た方とか特にそうですけど、この辺にね、チャンネル登録ボタン出てきますんで、チャンネル登録よろしくお願いします。なかなかね、コロナウイルスの騒ぎ、収まりつつあるように見えるんですけどもね、なんか関東の方は緊急事態宣言解除されなかったということなんですけど、当面走ってるとね、もう東京、神奈川、千葉、埼玉のナンバーがね、ビュンビュン西に向かって下ってます。ちょっと気を緩めない方がいいような気もするんですけど、どうですかね。ちょっとやばいような気がするんですけどね、もうちょっと我慢してね、いい状態に持っていった方がいいような気はするのが僕だけでしょうか。皆さんはね、ぜひぜひ感染しないようにね、密な場所に行かないとか、工夫して、感染を避けてくださいね。ちょっと一人でもね、失いたくないですね、僕の知ってる人っていうね。はい、今日の動画はこんな感じです。また次の動画までしばらくお待ちくださいませ。それではごきげんよう。